これを塗ったらカビ多分止まるはずなんですよ、はい、なるほど。ただし初めきれい真っ黒になってるんですけど、ただやっぱりはっきりしていますからね、はい、マンションに住むと、はい、カビ発生します。はい、お疲れです。カビバスターズ世良団長です。株式会社ワークウェル井戸です。お願いします。今日はワークウェルの井戸社長、内装工事とかを主にやってるんですよね。はい、そうです。はい、で急に今日ちょっと他の別件で相談来られたんで、はい、まあ、動画撮ろうっていう話になって、はい、今日撮ってます。ちょっと自己紹介してもらいます、はい、あ、すいません、株式会社ワークウェル井戸と申します、内装工事全般やっております。お願いします。で、ところで今日どうしたんですか？今日はちょっと賃貸マンションの現場でカビが発生しちゃって、で、まあちょっとうちがいつも使ってる薬品があるんですけど、それをちょっとカビの専門家から見てどうなのかっていうところを相談しに来たんで、はい、はい、ちょっと持ってきた商品があるんですけど、はい、これ、これ、はい、これです。これです。四国火星さんだね、多分いいものなんじゃないですか。まあお値段もそこそこはしてくるんですけど。まあ、ただクロスめくって張り替えるよりかはいいかと思って、うん、まあ、社長に相談するレベルではないカビの発生部分に関してはこちらを今まで使ってるんですが、僕らも張り替えた後にどうなってるかっていう結果がやっぱ分からないってところがあって、うん、まあ、実際これを使っていく上でどうなのかっていうのもありますし、基本多分やらんよりやった方がいいけど、長い目で見た時にカビが生える場所、はい、ね、壁の裏側とかクロスの裏側が絶対に、そうですね、そこは見えない場所、見えない場所が水分が絶対含まれてるはずなんです、ね、で多分これを塗ったらカビ多分止まるはずなんですよ、はい、なるほど。ただし初め綺麗ですよね、はい、はい、こういう家具が入ったり、例えばあのカラーボックスがよくカビたとか効かない、はいはい、あんな MDF とか使ってるんで、はい、水分吸いやすいですし、はい、あのボンドで固められて、まあ、そうですね、あれ、はい、一番最初にカビが来るんです。だから例えばこの壁が濡れてて、はいはい、ここへカラーボックスを置きました、はい、でもこれ塗ってます、ここ、はい、ここにはカビが出てないのにカラーボックスを置いたらすぐカビだっていうのが、まあ、裏がそうですね、この子から水分が伝わって、はい、なるほどっていう、今度二次被害っていうか、まあ、そんな風にはなるかとは思いますけどね。まあ、ただまあ予算がない場合はまあしょうがないんでしょうけど、そうですね、世良さんに見ていただいて、まあ含水率見てダメな時はめくりますよ、裏もえらいことになってるじゃないですか、真っ黒になってるんですけど、クロスの張り替えだけでちょっとカビがある場合はなかなかお客様にあのボードも張り替えてくださいってなかなかできないところがあって、もちろん社長にお願いするのは完全にきれいにしたいお客様とかやっぱ心配なので、僕も社長に聞いて専門家の知識を聞いた上でどこまで取り替えるかを判断してるんですけど、どうしてもクロスの軽微な工事、張り替えだけだと、まあカビがちょっと気になるから払って貼ってくださいよとかあるんですけど、ただまあそれだけじゃ怖いと思って、うち当社ではまあカビ止めシーラーを塗布してから貼ってるんですけど、実際どこまで止まってるのか分かんないっていうのが不安だったんで、まあ、これも今度入られた方が使い方がいい使い方、はい、あの、お掃除もされる、はい、換気もよくされる、ゴミ屋敷じゃないみたいな、はい、だったら多分効いてます。あ、なるほど。多分やらないよりはやった方が絶対いいと思います。あ、なるほど。でやっぱその僕らはどっちかいうと、はい、本当の原因を追求して、はい、原因を改善して、はい、それプラスカビもリセットしてアレルギーのない空間を提供する仕事をしてますんで、まあ、そうですね、本当のカビのプロフェッショナルという、あそこまでやらせていただけるんだ、うちも安心なんですけど、まあ予算ですよね。予算がどうしても、まあ、特に賃貸の場合、はい、多いですよね。そうです、賃貸だとまあ大家さんも自分が住むわけじゃないってところもありますし、はっきりしていますからね。まあ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 そうですね、はい、顔が引きずってる、はい、大丈夫です、まあ、まあでもその漏水だとか、はい、例えば壁の中の結露、はい、断熱不足の、はい、こういうのがなければ、はい、基本的にはマンションとか、はい、ああいうものもカビは生えない。一軒家と比べて、はい、気密性が高いんです、マンションと、はい、RC、はい、そうですね。でコンクリートで、ね、温度差も出ます、はい、
だから普通の家に住むような形で、はい、マンションに住むと、はい、カビが発生します。あ、まあ、よくあるのがマンションとかでも壁のギリギリにタンスを置いて、内装工事をやるって時にどかすと裏にカビが入ってるのは、あれはもうくっついて、あそこは空気が動いてない、ない、はい、ないんです、はい、でホコリも溜まってるんでカビが発生するんですよ。例えばだからよく3センチとか5センチ、まあそうですね、はい、僕もそれはあの言うことなんです。それとかあのサーキュレーターとかで風を流すとか、なかなか最初はやるでしょうけどなかなか毎日となるとやらないで、ね、でそれが原因をきちっと追求してその原因を改善しないと、はい、まあ、どんだけ強い薬を持とうが、さっき言ったように、はい、水分が移ってくるんで、あとは他の家具とか、はいはい、これを塗ったところより先に、なるほど、他がかびることはあるっていう、はい、あ水分移るんで、だからまあ部屋とすれば森予算がなくて内装屋さんとしたら、はい、そのこれが最大限、まあそうですね、はい、塗らないよりか塗った方がいいっていうところであれば、まあ今後もこれも使えますけど、もちろん漏水とか本当にカビだらけの部屋になっちゃった場合はいつも通り社長にお願いして、まあ社長がからいつももらえる資料っていうのは、まあお客様に提案しやすいというか、ここまで本当にやらなくちゃいけないですよって言っても、少々予算がなくても無理してでもやっておいた方がいいですよっていう説明ができるので、いつも助かってます。いや、こちらです。あの、まあ、今日はちょっと壁がどうのこうっていう、はい、そうですね、ちょっと、はい、話したんですけど、はい、自分の会社の宣伝もちょっと、ああ、そうですね、まあ内装あの釘一本からご用意あるわ、お願いします。会社名と、あ、会社名、はい、株式会社ワークウェルです。概要欄に貼っときますんで、はい、皆さんあの内装工事とか、はい、あの興味があったら、はい、リフォームとかで、はい、そうですね、はい、何でも井戸社長に、はい、ぜひぜひ、すいません、ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じで、株式会社ワークウェルの井戸社長に突然ちょっと取材してみます。はい、はい、でこの動画を見て、はい、まあ、いいと思った方はグッドボタン、グッドボタン、はい、とチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあまたね、バイバーイ。カビバスターズの LINE 公式アカウントではご気軽にお問い合わせできますので、お友達追加をよろしくお願いします。